どうした？何かあったか？シャノンは何も悪くないのに。あいつら。やめて、カノン君。失礼しました。すぐに仕事に戻ります。カノン君も自分の持ち場に戻って、お願い。姉さんがそう言うなら。何事もないなら、そうしなさい。はい、失礼します。おいたわしや。シャノンさん、カノンさん、あの二人がいじめられる理由は何もないのです。しかし、ゴーダさんに嫌われているのは紛れもない事実。ゴーダさんは、後ろ宮本家へいらっしゃられるまで、どこかの立派なホテルにお勤めだったそうです。そこで身につけられたというお仕事ぶりは、そりゃ大したものだとは思います。ただ、ゴーダさんはここでは最も年季の短い使用人。ご自身のそれまでの積み重ねによるプライドもあられたのでしょう。彼は自分より長い年季を持ちながらも、未熟で人生経験も及ばないシャノンさんとカノン君を断るごとにいびられるのです。また、気の毒なことに、夏日奥様にも嫌われております。もちろん、年季という意味では奥様の方が長くこの家におられます。ただ、こればかりは奥様にも同情しなくてはなりません。本当に親方様も罪作りな方でございます。ご自身のちょっとした気まぐれが、奥様にこれほどまでの劣等感をお与えになるとは、どうして思い至らなかったのでしょう。もちろん、奥様とて内心は、あの二人に辛く当たる言われは何もないことを、重々承知してはおります。しかし、それが理屈でわかっているからといって、どうにもならないのが、人の心。ああ、ほいたわし。私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。